熱唱オンエアバトルは2005年4月3日から2006年3月24日まで NHK 総合テレビジョンで放送されていた音楽番組である。インディーズ、アマチュアミュージシャンとして活動する歌手を対象にした、自称、史上最もシビアな音楽オーディション番組。司会は、針金ロック。2003年8月と12月に審査方法が、 爆笑オンエアバトルと同じシステムを利用した音楽オーディション番組サマーソングバトルとウィンターソングバトルが源流で2004年度は1年間オンエアバトルとして爆笑編と熱唱編を隔週で交互に放送した2005年度よりオンエアバトルは爆笑編と熱唱編を分離し爆笑編が爆笑オンエアバトルに復帰するとともに熱唱編は新たに独立し 熱唱オンエアバトルとして放送されることとなった。収録を同じ日に、また会場が、みんなの広場触れ合いホールで行われるのは変わらないため、セットやスタッフは爆笑、熱唱ともに共通となっていた。なお、爆笑が不定期で、地方都市での収録をすることがあるのに対し、熱唱は、東京での収録のみで、週によっては、この番組のみ収録される日もあった。 2005年4月から12月は毎週日曜深夜、原則0時40分1時10分で放映されて、いたが、2006年1月期の番組改定で金曜、深夜の原則1時5分1時35分に移動、2006年4月の NHK 番組改編により、第2回チャンピオン大会をもって放送が終了した。5位までを記載。同数の場合は50音順。 予選上位3組のヤドカリ、スマイルレンジャー、ケイタクで最終決戦。決勝は1組だけに玉を入れる。上位5組のピストルモンキー、タイニーサン、アンダーパス、歌姫楽団、ラブスナイパーがファイナル進出。上位5組のサンサジ、アジサイ、ジョリージェリー、フィッシュ、チャンク、トムジェリーがファイナル進出。特別番組として放送された。 51になっているのは2005年度上半期でオーバー400キロバイトを記録している人のみ放送。ゲストはめぐみ。めぐみはこの番組が好きでよく見ている。出場者でトムジェリーのボーカルの主音を可愛いと絶賛。出場者からコメントも届いたりスタジオに乱入などユニークな演出が多かった。そのうちの上位10組はこのようになっている。 2005年12月31日の23時から2006年1月1日の5時まで熱唱オンエアバトルスペシャル FM ソングバトルと題した特別企画が NHKFM 放送で放送。テレビの本編に出場しながらも放送に至らなかった音楽家の面々の楽曲を年をまたいで6時間にわたって放送するというものである。 2005年7月18日には特別編として、第1回チャンピオン大会の覇者宿狩りと2位になった、ケイタクのトークと、同大会で8位となりその後解散した、キャットフラメンコダンサーズの近況を放送した。基本的には、爆笑オンエアバトルと同じく、ボブ・サクマが作曲した、番組オリジナルテーマ曲を使用している。ありがとうございます。